はい、皆さんこんにちは、タートルです。いやー、ヤフーニュースを見てねびっくりしました。特許の山口さん、16歳にねお酒を飲ましちゃってね、まあ、キスをしちゃうという、まあ、記事を見てですね、いやー、特許好きだったんですよね。あの歯ブラシの曲、なんか自分の歯ブラシばっかり噛んでいくっていうね、あの曲好きだったんですよね。ということで今回はバランスボールを使ってですね、ベンチプレスがなくてもですね、しっかり胸筋を鍛えてパンチ力を上げようというね、トレーニング方法を紹介します。やはりですね、胸筋、もちろん背中の筋肉もそうなんですが、やはり筋肉がある方がやっぱりパンチ力は上がりますんで、ぜひね、まあ、今回バランスボールを使いますが、ベンチプレスみたいに高いものは買わなくてもいいです。なので1500円ぐらいかな、バランスボール1個あれば十分鍛えられますんで、ぜひ最後までご視聴ください。まずですね、ボールの横、真横だったらちょっと手が落ちちゃうんで、真横よりも少し上を持ってですね、これでまずプッシュアップをしていきます。で、手の幅はちょっと広げた方がいいです。閉じるより広げましょう。指を広げてですね、足を伸ばしてゆっくり体を下ろしたら早く上がります。上がる時にちょっとバランス崩れやすいんで、初めのうちは降りる時も上がる時もゆっくりいきましょう。ゆっくり降りたらゆっくり上がる。慣れてくるとゆっくり降りたらポンと上がる、ゆっくり降りたらポンと上がるという感じです。お尻があんまり下がっちゃうと肘を曲げた時にすぐお腹がついちゃうんで、普通のプッシュアップよりもちょっとお尻を上げ目にして体を下ろしていきます。普通よりもお尻をちょっと高く上げた状態で前に体重乗してゆっくりいきましょう。こういう感じです。降りる時はゆっくりです。こういう感じですね。で、行いましょう。手を広げた状態では外側の胸の筋肉を使います。で、今度はですね、内側、真ん中ですね、真ん中も使うためには今度はボールのど真ん中、手はですね、手を合わせるとちょっと初めのうちは難しいので、初めのうちはこういう感じで三角作る感じで手を置きましょう。これも一緒です。お尻が下がらないようにちょっと上げ目にしてゆっくり体を下ろして上がります。こういう感じです。ちょっとお尻を上げ目にして、これはですね、早く上がると危ないんで、降りるときも上がるときもゆっくりいきましょう。ゆっくり降りて上がるのもゆっくり、こういう感じですね。とやってみてください。で、回数はですね、もう慣れてる方はもちろん疲れるまでを3セットから5セットやってもらえばいいんですが、まだ慣れてない方はね、結構これ体幹も使いますし、まだなので体の芯がね鍛えられますし、あとは腕もね、やっぱりバランスいるんで腕も結構効きますんで、慣れてない方はね、疲れるまでを1セットで、最後の方になるとね、ちょっと危ないんで、例えばグラグラしながらガチャーンってなっちゃうので、もう最後は体をボールにぶつける、この時に手首危ないんで手首気をつけてください。もしくはもう上がれないかと思ったら膝をつきましょう。転んじゃうとね、ズルンと転んじゃうとちょっと危ないんで、ぜひね、今みたいな方法で胸の筋肉を鍛えてみてください。タートルでした。Thank you.